実際に自分が体験して感じたことを伝えることをとても大切にしてきました。すごい。そうですね、私の最大の強みは、運の良さだというふうに考えております。何を伝えたいかちょっといまいちわからない。すごい良くなりました。おどうもしゅんです。こんにちは。今回はニュースピックスさんとのコラボ企画で元 NHK アナウンサーの田中泉さんにお越しいただきました。田中さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回は面接で印象に残る自己 PR の極意というところをテーマに、しゅんでありメンバーのお二人に自己 PR を披露していただいて、田中さんに丸鉢の札を、上げていただいてフィードバックいただくというところと、自己 PR の意識するポイントを皆さんにも分かりやすくお届けできたらなと思ってます。では今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで早速なんですけども、田中さん簡単に自己紹介、まあこれがお手本だみたいな形の30分から1分ぐらいの自己 PR を簡単にちょっとお願いしてもよろしいですか。はい、好奇心が旺盛な私は実際に自分が体験して感じたことを伝えることをとても大切にしてきました。例えば NHK ではアナウンサーながらほぼ全ての都道府県を取材し、海外取材も5カ国経験しました。世界も見たいと実際に休みの時にはアメリカと日本のリーダーが集うプログラムだったりとか、スイスの大学が主催するシンポジウムに参加したりもしてきました。で、NHK を辞めてからもその思いは変わらず、去年の秋には大学院で公共政策の修士号を取りました。で、このコースというのは全て英語で行われていて、私ともう一人以外みんな外国人の留学生だったので、公共政策の知識を得るだけではなくて、実際に友達のお話を聞くことでその人たちの国の歴史や文化を学ぶこともすごく財産となりました。まあ、こうした自分が大事にしてきた、自分が実際に体験して感じたことを伝えるということを、まあ、今日の旬ダイアリーの企画でも活かしていけたらいいなと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。すごい。すごいと思いました。いやどうですか。変えたい。でも確かにめっちゃ1分だとは分からないぐらいスッと入ってきました。本当ですか、はい、ちょっと多めにしたんですよ今回、うん、なので本当はもうちょっとこう絞って、うん、ワンテーマでもいいと思ったんですけれど、その今回の場合私どこかのその会社を実際にこう想定してるというよりは、うん、まあ、フリーで活動してるので、うんうん、こう新規のお仕事もこういかにいただけるかみたいなことも考えながら、こういろんなこうフックを散りばめて、はい、なるほど、質問したくなるようなっていう。そうですそうです。確かに、うん、あと47都道府県全部行くとか普通にすごいなって思います。そうですね、そういうのもやっぱりちょっとした数字を入れたりとか。なるほど。具体的に、はい、っていうところは意識しました。いやー素晴らしい。でもしゅんさんの方が、はい、じゃあ僕もやってみてください。しゅんの1分間の自己 PR スタート。はい、僕は、行動力が強みです。大学2年生の時から YouTube を始めまして、だいたい2000本以上の動画をこれまで作ってきました。で、一般的な YouTube チャンネルと違うところは、就職活動であったりとか、まあ、転職活動であったり領域に特化した YouTube チャンネルを運営しています。で、そのために今まで、300社以上の会社を取材して、いろんな社長であったりとか、担当者の方に取材をしてきました。で、僕自身の得意なことは、そういった行動する勇気を持って何かをチャレンジするっていうところが得意で、一方で、それ以外のところはそこまで得意ではないので、いろんな方の力を借りながらこれからも頑張っていこうと思ってます。今日はよろしくお願いします。あ、5秒残ってました。頑張ります。よろしくお願いします。いや難しいですね。すごい。じゃあ田中さん、印象に残ったことかお願いします。いやー分かりました。ありがとうございます。なんかやっぱりその実際に学生の時からやってきたことで、その会社さんに300社でしたっけ。はい、あ、持ったかもしれないです、すみません。すごい行動力を具体例で示してるなっていうふうに思ったのと、あと自分のなんかその短い自己 PR の中でも自分のその弱みみたいなこともちゃんと伝えていて、なんかすごく好感が持てるな、素直な感じでいいなっていうふうに思いました。 ありがとうございます、はい。じゃあ今回旬ダイアリーメンバーのお二人に自己 PR を考えていただいたので、お二人のそれぞれ披露していただいて、田中さんにちょっと厳しめのフィードバックをいただけたらなと思ってます。じゃあ早速なんですけど、ことこちゃんの方から。よーい、はい、スタート。はじめまして、ことこと申します。私は親しみやすさっていうところと、どこでもやっていけるたくましさが特徴的だというふうに考えています。
趣味のところで言うとずっとし続けていることはフィットネスで、あの体を動かすことだったりがすごく好きで続けています。あとはビリヤードも趣味で続けています。最近だと、デジタルデトックスも趣味です。あと、そうですね、いや難しい、日常的に、自分を高められるような自己研鑽につながることを積極的に取り入れています。そうですね、私の最大の強みは、運の良さだというふうに考えております。よろしくお願いします。いやー、改善の幅多そうですね。難しい。まず今の自己 PR の印象に残ったかどうかと、まあなんか面接官だった時に通るか通らないかっていうところの、まあ総合的に判断して、じゃあ、はい、札をお願いします。ありがとうございます。印象には残ったんですけど、はい、何を伝えたいかはちょっといまいち分かって喋っても分かってない。何を伝えたいか考えながら喋ってました。考えながらあれだけ喋れるのはすごいとは思いました。明るかったですもんね、うん、明るかったし、やっぱりその愛嬌っていうのはすごくあるのかなというふうに思いました。こう気になったのが「っていう言葉がすごく多かったり、なんかこう無駄なこう接続詞だったりが多いなと思ったんですね。例えば趣味は何々ですっていうのを趣味で言うととかっていう、なんかそういう無駄な言葉を省いていくと、もっと限られた時間で情報量を伝えられるし、話がこう抽象的にならないというか、なのでそのあたりをやっぱり自分が言いたいことをもっと書き出したり狭めてから望むと、それが減るかなと思いましたね。ありがとうございます。確かに最初あれですもんね、親しみやすさとたくましさって言って、最後運が強いって言ってましたもんね。あ、そう、それもちょっと気になって、多分今1分弱くらいだったと思うんですけれど、もう本当にもう親しみやすさ1個だけでもいいぐらい、で私はさっきちょっとねいくつか散りばめましたって自分のこと言ったんですけど、多分ことこさんの場合はこういった企業に来たいとかっていうものがもうあると思うので、その企業にとって必要なその能力だったり求めているものは何か、その中で自分の中にあるものは何かっていうのを見つけて、ほんと1個だけでもいいと思います。2つ並べる必要はないと思います。特に1分だと本当に短いので、その一つの能力を示すための例っていうのをもっともっと考えた方がいいかもしれない。一つに絞ってそれの台本を作るじゃないですか。そうですね、一回暗記するみたいな。そうですね、でこう日常的な研鑽とかなんかいろいろその例を挙げてくださってたと思うんですけど、あんまりその具体的にイメージができなかったんです。どんな研鑽なんだろうとか、長い間フィットネスをしてるって言ってたんですけど、それってどのぐらいやってきたんだろうとか、週にどれぐらいやってきたんだろうとか、どんなレベルなんだろうとか、そういうことを膨らませるだけでも1分であっという間に経ってしまうので、もう少し狭めてクリアにするっていうところかなと思いました。これ本当に日常からの生活態度というか話し方大事ですね。そうなんですよね。具体例を用いて話すように普段から意識すると結果的に面接の時でも良くなるって感じですかね。本当普段しか出ない気がします。普段やってないことが面接でできるってことは多分ほぼないので。じゃあ、ひろとくんと。さっきから緊張で話してないんですけど。1分間の自己 PR、お願いします。はい。法政大学経営学部から参りました、福山ひろとと申します。大学では、サッカーサークルの代表を務めておりまして、サークルの規模が160人という規模で行っております。全国大会ベスト8も経験しております。アルバイトでは、スターバックスで働いておりまして、時間帯責任者という役職を務めております。主に、営業時間中の従業員のポジション配置だったりとか、原材料の発注などを行っております。店舗を安全で清潔な店舗を安全にお客様や従業員が過ごせるような環境づくりに努めております。2つのコミュニティでリーダー職を行っているんですけど、僕のリーダーのモットーは相手を楽しませることです。本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。おー、ということで、じゃあ田中さん、面接官だったら、まあ、印象に残るかどうかっていうところと、まあ、合否を出すかみたいなところお願いします。おー、印象には
とかもう少し話は聞いてみたいなというふうに思いました、うんうん、ただちょっとすごく全体を通して気になった点があって、お話の前にすごくずっとこう話しながら揺れててなんかドラム刻んでましたよね足でこうえドラムでどうしたドラム刻んでる楽器演奏でも得意なのかなそうですね、ギリ映ってないかもしれないけど、これ全然覚えてないです。なんかあの丸その句読点のためにドラム刻んでだからすごくそれが気になってしまって、正直話があんまり入ってこなかったっていうところがあるんですね。なんかそういうのを結構アナウンサー用語で雑情報っていうんですけれども、雑情報が多くて大事な話、すごくいいことをスターバックスでリーダーをされていたり、サークルのリーダーもされていて、すごく大事な話、なんか面白そうな人だなって思うんだけど、その前に大事な情報が足の刻みによって入ってこないっていうのがもったいないってすごく思いました。まずそこを直してもう一回聞いてみたいなっていうところがありましたね。今回はその自分の自己 PR を言うにあたって、なんかどんなポイントを伝えたいなと思ったんですか？まあ、自分がやってきたことを話すんですけど、まあ、触りしかまだ話してないじゃないですか、はい、質問をされる前提でこう話すことをちょっと話して、あとは2つの共通してる点がリーダーというところで、このリーダーのモットーを話してっていう質問をされ待ちみたいなっていうのを意識しました。あえてそういう風に。あ、そうです。それはすごいいいですね。いろんなパターンがあると思うんですけど、自分 PR って一つのことを深掘りして本当にワンテーマで話すっていう場合と、今のようにいくつか散りばめながら、でもその最終的には一つのテーマにリーダーっていうところに向かっていくっていうやり方2つあると思っていて、意識してそれをやられたっていうところは素晴らしいと思いました。じゃあ2人が例えば今日とか明日からできるそうな伝え方の部分のなんかトレーニング方法みたいなのありますか？なんか私が今若い人たちを見てて思うって、はい、自分若いですよ思うのはやっぱり YouTube とかにすごく慣れてるじゃないですか、うんうん、ですごくこう2倍速とか3倍速とかで聞いたりすることも多くって、なんかね全体的に早口の人が多いなって思うんですね。だからまあいきなり変えることは難しいと思うんですけれど、やっぱりその就職活動の面接を見てくださる方ってある程度 4,50 代の方とかも多くて、もう少しこうゆっくり話すことを心がけるってすごくそんなことっていう感じかもしれないんですけれども、早口で1分間詰め込まれるよりもゆっくり30秒話してもらう方が伝わるのかなって個人的には思うので、話し方ですかね、まずゆっくり話すことを心がけるっていうことと、大事なところを特にゆっくり言う、はっきり言う、あとは間を空けて言うと、なんか相手注目するじゃないですか。そういうところを意識するといいかなと思います。じゃあということで、せっかくなのでさっきの話を、まあ、リメイクと言いますか、今の田中さんのお話を意識してちょっと1分間ずつ話いただけたらなと思ってます。じゃあ旬の改善の自己 PR 1分間スタート。はい、僕は、行動力が強みです。私は、YouTube を、大学2年生の時から始めてまして、大体7年間ほど、ほぼ、毎日投稿に近い形で、動画を作ってきました。で今はチームで動画を作ってるんですが、いろんな企業さん、300社ほどの企業さんであったりとか、著名人の方に体当たりで取材をしてこれまで動画を制作してきました。でこれからも、動画作りを通じて、自分自身の、行動力を生かして、見てくださる方が自分も行動してみたいって思うようなコンテンツ作りに勤しんでいこうと思ってます。よろしくお願いします。じゃあお願いします。すごい良かったと思います。あ、本当ですか、ありがとうございます。最初に比べて今何心がけました？まあ、できるだけゆっくり話そうっていうところと、はい、あんまりエピソード煩雑にならないようにしようっていうところに、それがすごく伝わってきて、一点突破になったことでよりクリアにメッセージが伝わったので、すごくより印象が良かったです。 ありがとうございます。じゃあということで、ことこちゃんからですかね。はい、じゃあアフターの方お願いします。改めましてことこです。私の特徴、最大の特徴としては親しみやすさと、どこでもやっていけるたくましさというところだと考えています。たくましさっていうところで言う、たくましさに関しましては、私は中高一貫で女子校に通っていたんですけれども、高校の時に留学に行きまして、
そこで、ガラッと環境を変えて、老若男女国籍問わずたくさんの友達を作ることができたことと、ちょっと待ってください、そうですね、同世代の女子しかいない環境から国籍問わず老若男女問わずいる環境でも、すごく楽しむことができました。よろしくお願いします。ちょっとおかしい、明かした、明かした、明かした、アフター明かしてない、無理です。あ、どうぞお願いします。でも最初と比べてですよね。あ、最初と比べて良くなったと思います。優しい、優しい、頑張るだけ頑張りました。というのは何を意識しましたか？一つのことをもっと具体的に話すっていうところをさっきアドバイスいただいたので。そうですよね。あと頑張って言わないようにしたんですけど、本当に無理でした。でもそれすることでいかに自分がって出たかっていうことには気づきました。 そこからがスタートだと思うので全然それで OK です。優しい。でやっぱその留学の経験とかさっきは出てこなかったエピソードが出てきて、その中で何を得たかっていうのを伝えようとしてたのが良かったと思います。ただ老若男女とかその難しい言葉を使わなくていいんですよね。もっと具体的な例、何歳の人とかね、おばあさんとか普通の言葉でいいので、難しい言葉を使おうとするとわけわからなくなるので、今度はそういうところも気をつけていったらいいかなと。例えば何とかといたしましてはとかって普段あんま言わないじゃないですか。何とかについてはでもいいんですよ。面接だと自分をこう飾って難しい言葉って使いたくなるんですけど、その方が自分は混乱するし、相手もなんかこうよそ行きの言葉だなって思っちゃうので、まあ、今はね本当今考えてくださいっていうことなので、家に帰ってまた実際に書いてみて、これって本当に普段自分が使ってる言葉なのかな、よそ行きの言葉じゃないかなっていうのもチェックしてみたらいいかなと思いました。ありがとうございます。じゃあ最後、ひろと君、お願いします。法政大学経営学部から参りました福山ひろとと申します。大学では160人規模のサッカーサークルの代表を務めておりまして、全国大会ベスト8を経験しております。アルバイトではスターバックスで働いておりまして、時間帯責任者という役割を務めております。主に営業時間中の従業員のポジション配置でしたりとか、原材料の発注を行っております。店舗を安全で清潔に保ち、お客様や従業員が快適に過ごせるような環境づくりに注力しております。2つのコミュニティでどちらもリーダー職を務めているんですけれども、僕のリーダーのモットーは相手を楽しませることです。本日はよろしくお願いします。どうでしたか、田中さん。すごい良くなりました。お、何よりもまずあの足なくなった。ゼロ回でしたよね、はい、全くなかったし動いてなかった。それだけで印象だいぶ変わりません？変わりますね。先ほどだとそのすごく自信がないように見えたんですけど、今はすごく聞いてる側もスッと頭に入ってくるので、雑情報を減らしたっていうのがまず一番良かったと思います。あと守り意識します。これ練習すればするほど上手くなりそうですね。そうなんですよ。自分で録画とかして、うん、緊張減りましたもん、さっきよりか。ということで今回ニューズピックスさんとのコラボ企画で田中泉さんにお越しいただいたんですけども、下の概要欄に富永さんの SNS であったりとかニューズピックスさんのリンク貼ってあるのでぜひチェックしてください。ということで本日は皆さんありがとうございました。ありがとうございました。